ステロイド骨格形成反応ラノステロールは、動物や菌類に広く存在するステロイド、トリテルペノイドの一つ。化学式 C30H50O、分子量は426.7。IUPAC 命名法では、ラノスタマイナス8、24次元マイナス3オール。別名ラノステリン。CAS 登録番号は79から63から、0。常温では、 無色の個体で、有点は138摂氏140度。ラノリンに多量に存在し、そこから発見されたことから命名された。動物や、菌類の、あらゆるステロイド化合物の潜入体として重要で、あるが、生理学的な役割は定かでない。ステロイド性合成経路において、シクロアルテノールと共に、潜入体の管化によって生成する最初のステロールの、一つである。 すべてのステロイド化合物は、ラノステロールもしくはシクロアルテノールのその後の、就職により生成する。スクアレニエポキシダーゼにより、スクアレンからマイナス2、3、エポキシスクアレンが合成される。オキシドクアレン間化酵素により間化反応が起こり、プロトステロールカチオンが生成する。水素イオンが抜けて、プロトステロールカチオンから、ラノステロールとなる。ラノステロールがオピスタコンタに、 特徴的なステロールとして知られる一方、その他の深刻生物では、シクロアルテノールが合成される。ラノステロールとシクロアルテノールは、すべてのステロイド化合物の出発物質であるため、両者を合わせて、プロトステロールとも呼ばれる。ラノステロール及びシクロアルテノールを生成する、オキシドスクアレン間化酵素は互いに相同であり、進化的に関連している。 新核生物の共通祖先はもともとシクロアルテノールを合成したと推測されており、シクロアルテノールはラノステロールよりも起源が古い。そのためオピスタコンタの共通祖先において、それまでシクロアルテノールを合成していたオキシドスクアレンカン酵素のアミノ酸配列が変異し、ラノステロールシンターゼが誕生したと考えられる。ありがとうございます。